はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の分数関数の積分丸に前回の続きですね、やっていきましょう。で、今回も3問問題ありますので、ぜひね一回動画止めてもらってチャレンジしてみてください。で、ちょっと難しめなんでね、やってもらって分かんなかったり不安な問題もあれば、今から自分が全部説明していきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、この分数関数の積分見たときに、これまずこの3問ね見たときに何も手が出ないっていう方は、よかったらね1本前の動画、積分丸1の方で基本的なことをねやったのでチェックしてみて、そっちを聞いてもらってからやった方が吸収しやすいかと思います。で、まず1番ですね。で、これ分母チェックすると、これ因数分解できるんですよね、分母が。で、因数分解できるときはその部分分数ね、分けてやっていこうみたいな話を前回したんですけど、これに関しては分子上の方が次数が上なんですよね。上が3次式です。で、下が2次式です。ってことは割り算の筆算やることができるので、そっちでいきます。そっちの方が簡単だからね、やる手間もないし、でやりましょうと。で、無理やり帳尻合わせることもできるんですけど、せっかくなんでね、ちょっと分数の割り算いきましょうか。で、この、次数が高いやつでさ、今3乗、2乗で、ここ1乗ないんだよね。で、そういう時、隙間、ここ開けてくださいね。ちょっと懐かしいんで、もしかしたら、忘れてる方もいるかもしれないんで、復習にちょうどいいですね、この問題は。で、隙間開けておくと。で、下の、x2 乗、プラス 2x、マイナス3で割っていきましょうと。で、一番左をね、揃える必要があるので、この x2 乗に 2x をかければ 2x3 乗が出てくると。だから、2x をかけます。で、2x3 乗をかけると、プラス 4x2 乗。ここも揃うんだね。で、かけると、マイナス 6x と。これ x のとこなんで、ないけどね、上はないけど、x のとこに揃えて書いてください。で、引き算します。引くと、ここが 6x。で、下ろしましょう。プラス6と。で、割る方の式が2次式です。で、ここ1次式しかないので、もうこの後、計算することができないので、今回の小はこれね。これ。小。で、余りがこれです。つまり、こいつかけるこいつプラス、こうね。っていうことが分かりましたと。で、ちょっと今回、板書の関係で省略して書かせてもらうんですけど、今、分母は変わりません。これですね。これ分の、これ分の、割った式ね。で、小が 2x、余りが 6x プラス6と、こうなりました。で、左側と右側に分けるんですけど、左側はね、約分することができるので、結局、こっちは 2x しか残りません。左側ね、約分されて。で、右側が、プラス、x2 乗プラス 2x、マイナス3分の、6x プラス6と。で、dx ですね。こうなっております。で、今回ね、その教科書だったりとか、まあ、教科書のワークとか、まあ、普通に書店のね、問題集もそうなんですけど、いろんな問題こうチェックしてて、やっぱり多いなと思うのはこの問題なんです。このタイプの問題。で、昔生徒とかにもね、ちょっと問題、テストのね、問題見させてもらった時に、まあ割とやっぱり出す先生が多い、一問はね。だけど、これ、この後特徴があります。これ積分一気に終わるんです、この後。終わるの。ここ終わるの。何が終わるかっていうと、ここさ、こういうね、まあ形が出てきた時に、まあ一個の視点として、前回分数関数の積分っていうのは、こういう風に、まあ割り算をして変形するパターンと、まあ後ろでやっていきますけど、部分分数。この二つがあると。で、紹介しました。で、その前段階の復習として、分母の微分したもの、f'x が載っている時もあるじゃないですか。これやりましたよね。だから主にこの3つあるわけですよ。分数関数の時は。で、やっぱり出てきた時に分数関数がね、出てきた時に、これをチェックする癖は必ずつけてください。それは最初の問題でもそうだし、問題途中もそうです。途中もそう。で、これね、実は、下、微分すると、これ 2x プラス2なんですよ。微分するとね。じゃあ、もしその 2x プラス2が上にあればさ、一撃で倒せるわけよ。この公式使えるから。これログだからね。ログ、絶対1に fx 入れればいいから。で、あ、違う。いや、待てよと。6x プラス6でしょ。じゃあ、これさ、無理やり、3、
こ 2x プラス2にしちゃえばいけるじゃんっていう話なんです。だからこれ3ちょっとくくり出すっていう工夫が必要にはなるんですけど、ぜひこのね一番簡単なこの公式使えねえかなと、下を微分してみたら 2x プラス2に近い数字になってんじゃん、あ、3くくり出せばいけるじゃんっていうところに気づいていただけると、このタイプの問題非常に多いんでね、いいかなってことでいきます。 2x これ積分すると、まあ、x がね2分の 1x 2乗になりますんで、は2と約分されて x 2乗が残ります。2乗で、ここはまず3が出てます。3が前に出てる。で、微分したもの、これも3書いたんで消しますね。微分したものが上に乗ってるので、ログ絶対値の中に x2 乗プラス 2x マイナス3入れて、でプラス c で、これで終了となります。だから1番はすごくね、気づけばもう簡単なんです、すぐ終わるんですけど、まあ、こういう風にね途中にあの公式あの技をぶち込んでくるタイプの問題もありますので、ぜひね、あの頭の片隅にとか、まあ、片隅じゃないね、しっかり覚えておいてください。では行きましょう。2番3番ちょっと番種類多くなるんでね、動画長くなるかもしれませんが行きます。で、2番は、まあ、こっちのタイプが使えません。で、しかも下が因数分解すると x プラス3 x マイナス2とこうなりますね、なっているので、じゃあ部分分数分けていきましょう。インテグラル、このね、上に乗ってる数字がわからないので、まあ、A と B って置いて、ちょっと変になっちゃったね。攻めていきます。X マイナス2の B と、入っているんでしょうか？入ってました。じゃあね、これをやるために、まずこれ通分したとして考えていくと、まあ、一回分子だけ考えていくと、通分すると、A カッコ X マイナス2プラス B カッコ X プラス3とこうなります。これ通分するとね、分母はどうせ同じになるからさ、通分するとこうなると。で、展開して A と、あ、今 X でまとめると、カッコ A たす B の X。で、上、ちょっとまとめようか。マイナス 2A プラス 3B とこうなります。で、こいつが、X と一致しなきゃいけない。高等式で考えるからね。分母は一致してるので、分子も一致するだろうと。で、1X だから、つまり、A たす B が1なんだよね。で、下のマイナス 2A プラス 3B は0だと。係数を考えると、比べるとね。こうなります。で、これ解きましょう。で、上には2でもかけてみて、足してみると、B が5分の2か。B が5分の2。A が5分の3か。という感じで A と B が出てきます。そう、この問題の嫌なとこはね、分数なんですよ。そう、これがめんどくさい。これに関してはね。じゃあ行きます。戻しましょう。で、ここに、結局5分の3が入ります。で、まぁ、5分の3ちょっと無視して前に置いといて、積分すると、5分の3で、X プラス3。結局、これ積分してるからね。これ今5分の3くっついてるんだけど、今出しちゃったからさ。これ積分すると、ログ絶対値 x プラス3とこうなります。で、足すことの5分の2もまた、ちょっと先にね、後で処理します。書いて、ログ絶対値 x マイナス2とこうなる。まあ、一応プラス1つけておきましょう。こうだね。で、まあ、これでもね、いいんじゃねえかなと思ってしまうズボラなのがここにいますけど、まあ、ちょっと綺麗にしていきましょうか。5分の共通だからね。で、5分のを出します。出すと、5分の1。で、3残りますよね。3。で、3、6、3もちょっと3乗で肩に持っていきます。ここの数字は肩に持っていくので、5分の1は出しちゃったけど、3は肩に持っていく。そうすると、ログ、絶対値 x プラス3の3乗。3乗は絶対に正になるっていう保証がないので、絶対値外れません。このままいきます。で、次です。5分の1出したんで、2が残ります。2を肩につけると、2は、2乗はね、正になるって保証ができるので、カッコにできると。おっと、中カッコでしたの。で、こうなりました。で、ログです。ログは足し算っていうのは掛け算でくっつけることができますので、書き直すと、右は無理だな。ちょっと右側に寄せますね。ここの番書と確保したいので。5分の1、ログでくっつけるんで、絶対値 x プラス3の3乗をカッコ
x マイナス2の2乗プラス c と。ログはね、まあ、定が揃ってる状態なので、足し算は掛け算としてくっつけられる。進数を中でね、くっつけることができるので、こうなって終了となります。なかなかごちゃごちゃしてるけどね。まあ、いい復習になったかなと思います。前回の続きでね。で、3番です。3番。まあ、これ外せないですね、こいつ。で、結論から言うとこれも部分分数です。部分分数なんですけど、特徴としては、分母のとこに2乗があります。これは x2 乗かもしんないし、x(x+3)の2乗。こっちに2乗がくっついてるパターンもあります。とにかく2乗があるときです。で、この部分分数の分け方はもう覚えちゃってください。どう分けるかっていうと、今までのパターンで言うとさ、x2 乗と x+3 で分けるのかなっていう感じがするんですが、そうではなくて、x と x2 乗と x+3で分けてください。つまり3つで分けるんです。部分分数を。3つに分けていく。だからさっきのこっちに2乗がくっついていたら、x と x+3 と x+3の2乗で分けます。3つね。で、これを a, b, c として、あとは同じ高等式でまとめていきましょうと。じゃあこれをね、また通分してくっつけるとします。くっつけて、これね、分母はこれに戻すから、ちょっとこっちでやりましょうか。通分すると、ちょっと分子だけね。分子だけ考えていくと、まず A、この部分には X がもともとあるので、XX+3 が足りないんだよね。それ余計にかけてるから、A には XX+3、ちょっと展開しちゃうけど、X2+3X を余計にかけましたと。ここね。B の部分には x2 乗もともとあるので、x+3 が足りないと、余計に。余計にかけたから、B に x+3。B、括弧 x+3 と。こうなる。で、C の部分は x2 乗は足りないので、ここに関しては cx2 乗とこうなるよ。ね、こうなるよって、こうなります。で、x2 乗を x、定数項に、まとめていくと、x2 乗はこう a もあるから、A たす C で X2 乗。こことここね。あ、ここで切っちゃうか。こう。で、X は、3A。ここね。3A と、ここの B でまとめるから、こう。で、切っちゃって、残りがプラス 3B か。こうなります。で、高等式ですね。まとめたので、1です。分子が、分子がね。ってことは、ここは0です。X2 乗ないからね。0X2 乗。だから。0、0、1です。つまり、ここが0で、ここも0で、これが1なんです。じゃあ、一番右からね、倒していきましょう。3b イコール1って分かってるから、まず b が3分の1はすぐ分かります。下入ってるか。大丈夫ね。ん ?a, b, 入ってないね。おっと、意外と狭いぞ、これ。まずい、まずい。ちょっともうちょい上でいきましょう。で、B が3分の1が今分かった。3B イコール1だからね。で、B が3分の1なので、まあ、ここどっちでもいいけどね。ことはもうどっちでもよくないから、こっちからね。3A プラス B が0なんで、3A プラス3分の1が0。これ解くと A イコール、マイナス9分の1ですね。で、A イコールマイナス C だから、ここから。だから C、A の符号を変えたものなんで C は9分の1と。ちょっとちっちゃくてごめん。こうなります。さあ、出ました。出ましたけどもですね。さあ、まとめていきましょう。じゃあ、ここにね、その数を戻しましたと。で、それで積分していきます。でまず、A からいきましょう。マイナス9分の1。これまずね、ちょっと後でくっつく。後で処理するので、くっついてるとして、X 分の1を積分すると、X 分の1は、ログ x ですね。ログ絶対値 x となります。次です。x2 乗いきましょう。で、まず3分の1もまた後で処理します。書いておいて、x2 乗っていうのは、x のもともとマイナス2乗ね。マイナス2乗なんで、肩の係数1足して、マイナスが出てくる。だからマイナス書いちゃいましょう。マイナスが出てきて、マイナス1乗になるから、x 分の1。つまり、3x 分の1。ちょっとズルしてるけど。こうなります。ここ積分するとね。で、C にはもともと9分の1がくっついてるので、これをまず書いておいて、これ、X プラス3分の1を積分すると、
これもログ絶対値 x プラス3とで c つけておきましょう。でこうなります。でまあもうこれもいいんじゃねえかと思っちゃうんですけど、まあここですね、9分の1、これはまあログとログなので綺麗にまとめちゃいましょう。ここまとめていくと、まず9分の1を出します。で出すとちょっとこっちから書くね。今ログ絶対値 x プラス3マイナスこっちね、これマイナスこっち、おっとログの角度もう変わっちゃった。こうなるわけです。でログの引き算っていうのはこっち引くこっちだったらこういいね、分数に進数の部分がなるので、これをログで両方絶対値だから絶対値 x 分の x プラス3閉じると、これでこの部分とこの部分をまとめ切ることができたと。綺麗にね、よしよしと。で残りのこのマイナス 3x 分の1はまあしょうがないから君はそこにいなさいと、こうしておいて、で忘れずにね積分定数つければこれで積分終了となります。まあなのでね、この3つに分けるパターンはどうしてもこの高等式でちょっとミスったりすることもあるんだけど、やってることはまあ変わらないんですよ。ちょっと労力が増えてるけど、だからしっかり高等式解いてもらって、まずこのね3つに置くのをやんないと絶対間違ってしまうから、そこをしっかり置いて高等式を解くと、であとは順度出してやっていく、でまとめれることはまとめて、で答えバシッと書いていただければテストの時もね丸もらえると思いますので、ぜひねこんな感じでやってみてください。では今回はね分数関数の積分丸2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。